この人の書き込みを読む前にちょっとお話ししたいと思います。まず今回のノースカロライナ州皆さんもお聞きなられていると思いますが、救援がね、十分な救援が届いていないというか、救援していないって言ってる人がすごく多いんですよ。で、不法移民には手厚いことをするのになんで自然災害でこんなに苦しんでる人々を放っておくのかっていうのが、本当にね、いろんな人が あの悲鳴を上げていますそれはどうしてなのかっていうことをねこのライアン・タイラーさんっていう方が書いてるんですよね。で結論から言うとこの優先ベンダーリストっていうのをねあるんですってで今回ねその FEMAFEMA っていうのかな FEMA アメリカの連邦緊急事態管理庁っていうのが フィーマって言うんですが、それは国土安全保障省の一部なんですね。あの国境を開けっぱなしにしている、あのマヨルカス率いる、あの象徴ですね。その一部なんです。シークレットサービスもその安全保障省の一部なんですけれども、その人たちは移民対策にお金は出すけれども、被災地にはお金を出していない。で、この移民対策、例えば移民はね、 あの国境の向こう側でも NGO がキャンプを管理したりしているわけですよ移民をアメリカに入国させるための手厚いい保護をしているんですねそれはアメリカ国民の税金から支払われているんですけども結局 NGO の懐に入っていってるっていうのを以前あのマイケル・ヨンさんがお話しされていたんですけどそれと同じような事態が起こっているということなんですね。 つまり、優勢ベンダーリストっていうのがあるんですって優先してあのその会社の物資を被災地では使うみたいなそういうリストがあるんですってでそのために救助に行くじゃないですかみんな大変だって言って心あるるる人人人時間が取れる人やれやは全部行きますよねその救助に行った人がね被災地に入れないっていう状況があるんですよ。それで ある人なんかは、あの、断られたんだけども、自力で何とかしてその被災地までもう強行突破でね、入っていって助けたんだけど、助けた、助けられた方はもう政府に見放されたと思っているのね。で、球場に来てくれて本当にありがとうって、その状況がだんだん分かってくるわけなんですよ。ベンダーリストにある企業っていうのは結局、税金からその企業にもう法外の報酬が流れていくんですって。 そしてそのベンダー企業ベンダーリストに載った企業からはキックバックとして地元の役人や官僚にお金が入るんですってで被災者は放置されているというこの状況が今まさに起こってるっていうんですね。でこれはどういうことかっていうと富の移転なんですよ富の移転。つまり中産階級 普通に一生懸命働いている人たちの生活をめちゃくちゃに破壊してそれで彼らの財産資産を全部そのごく一握りの,あの自分たちは優秀だと思っている人たちの懐へ流しているその作業の一環じゃないのかなと私はこれを見て思いました。でねこれ能登ロもそうだと思うんですけど結局日本でもわけわかんないこと起こってるじゃないですか。で普通だったら 困ってる人を助けなきゃいけないんだけどそれがうまく作用しないっていう状況があるんですねで、ここに乗ることその富の移転の移転される側に何とかして入りたいっていう人たちがうじゃうじゃいるわけじゃないですかで、それとの戦いなんだなって思ったわけですよ でででここの富のの富移転っていうのはでそななんんそ風に起こるのかで被災したされた方がこんなに苦しんでいるのになんでそういうことをする人がいるのかっていうことをですねロバート・ケネディ・ジュニアさんがタッカー・カールソンさんの番組でねかなりあの突っ込んでっていうかすごい話をされていたんです。それは 書き起こししたものをね私のノートっていうところでダウンロードできるようにしたいなと思っているので23日中にはやりたいと思っているんですがそれはね絶対必見ですあの MK プログラムマイルドコントロールをどうやってやるかっていうこととあとミルグラムっていう教授が開発したミルグラム実験っていうのがあるんですがその2つがねキーワードっていうかその思想のもとにこの今のあの 流行り伝染病以降の私たちの社会が動かされているっていうのが分かるんですよ。もうちょっとね恐ろしい話でしたでここまで言ったからついでに言うとあのロバート・ケネディ・ジュニアさんは何を言っていたかっていうたくさん言ったんですがその中でね全体体主義体制っていうのには一つ,ルルつは政府は私たちから奪った権力を決して自発的には手放さないっていうこと。2つ目のルールーは 政府が私たちから奪った権力は最終的には可能な限り最大限に乱用される。そして三つ目、政府に従って全体主義から抜け出した国民は一人もいない。だから抵抗しなければならない。おとなしく従っているとあの奴隷化されるということですね。これは日本人私たち今本当に自分の我が身だと思って声を上げ抵抗していかないと 日本という国がもう破壊されてぜあの奴隷のような生活になっていくということですね。それを私もい言いたいと思います。はい、それではこのライアン・タイヤさんの、えっと、こちら読んでいきたいと思います。まずね、画像なんですが、こんな感じの画像がアップされております。救援物質ですね。もう本当にひどい状況ですね。 はいちょっと長いですけどこれは是非聞いてくださいでは読みますノースカロライナ州を助けに来た市民がなぜ拒否されるのか疑問に思っているのなら民間人としてほぼ10年間これをやってきた私の経験を聞いてみてほしい私はアッシュビルに出入りすることができました私たちは食料水燃料その他の物資を運び洪水の被害を受けた人々を助けましたが外部からの援助を認めないのには理由があります ノースカロライナ州での理由は確認できませんが、私が対応した他の嵐での理由はお伝えできます。以下に説明します。これがすべてお金の問題だとようやく気づいた最初の被災地についてお話ししましょう。ハリケーン、イルマがフロリダ州キーズを襲い、テキサスがハービーに襲われた後、私たちはテキサスでの活動を終え、キーラーゴに到着した最初の市民チームとなりました。 連邦政府機関は、キーラーゴのすぐ南で US-1 を閉鎖し、道路の通行は問題なかったものの、誰も出入りできないようにしました。私たちはこれらの人々を運ぶためのボート、ジェットスキー、食料、水、チェーンソー、燃料を持っていることを説明しました。彼らはそんなことをものともせずに、私たちを中には絶対入れてくれませんでした。その時点では、夜で、個々のキーの 遠くにある車のライトを見ることはほとんどなくフィーマの緊急対応チームも活動しておらずすべてが静かでしたフィーマというのは緊急事態管理庁ですね私たちはとにかく中に入ることに決めました私たちはボートやジェットスキーに運べるだけの荷物を積み込み彼らのくだらない封鎖や水上の方執行機関の存在を回避しながら水上を進みました 最初の目的地である角状キーとシュガーローフキーまでは水路で87マイルの距離でした。私たちがそこに到着すると家の所有者、プライバシーのため名め合いは伏せますが、ビデオはあります。彼らが私たちを迎えてくれました。彼は私たちと私たちが持ってきた物物質を見て大喜びしていましたが、彼の家は荒れ果てていました。 私たちは海岸に物資を下ろし、残った彼の家にそれらを運び込むのを手伝い始めました。その過程で彼は私たちにフィーマが島の地元の高校に指導指揮センターを設置したが、住民を助けるためには何もせず、水さえも運んでいないと説明しました。その代わりに彼らは拡声器を使って車で回って、人々に家に留まるよう呼びかけていたと彼は説明しました。 彼らは住宅所有者に物資を届けることさえしていなかったのです。彼が私にこの全てを話している間、私は最初は懐疑的でしたが、その後彼は私の心を傷つけるようなことを言いました。彼は数週間前にハリケーン・ハービーの襲来でテキサスに国民が圧倒的な支援を寄せていたのを目にしたばかりで、キーズ諸島の住民は皆絶望していたと話しました。 彼とキーズ諸島に住む隣人たちはアメリカ国民が自分たちのことをすっかり忘れてしまったように感じました。上陸から5日後のこの時点で彼らが目にしたのはフィーマだけで彼らは何の助けにもならなかったからです。住民たちは下界から遮断され携帯電話もインターネットもなく誰とも連絡が取れず助けを求める活動について聞くこともできませんでした。 彼らが持っていた唯一の通信手段はシュガーローフキーの地元ラジオ局からのものでそのラジオ局は周囲のキーに AM で放送していました男性は助けを求めてきた市民がいると聞いて連邦法執行機関に入国を拒否されたことがわかり明らかに動揺していました男性も近隣住民も国が自分たちを見捨てたと本気で思っていました彼は 水浸しのトラックに乗り込み、ラジオ局に連れて行って生放送でキーズ諸島に閉じ込められた住民に、私たちアメリカ国民は助けるために来ており、政府は私たちの努力を阻止しようとしていると伝えるよう、私たちに強く勧めました。そして私たちはまさにそれを実行したのです。その後、私たちはできる限り多くの人々を助けようと決意しましたが、 プロセス全体とキーズ滞在中ずっと完了主義に直面しました。ようやく当局と交渉してブートキーの終わり頃にあるマラソンのファロ・ブランコリゾートまで降ろしてもらうことができました。そこは州や地方当局が職員を待機させていたホテルと同じで当局は喜んで私たちの到着を歓迎してくれました。 私は物資をを満載したトララック数台をマラソンの EOC に運ぶよう手配することができました。私は EOC の会議に出席していましたがその会議で食料水衛生用品を満載した大型トラックはすべて方向転換し EOC による配布のために荷降ろしすることは許可されないと知らされました彼らが私たちに示してくれた理由は これらの寄付は彼らの優先ベンダーリストに載っている企業からのものでないため、彼らはそれを受け取らず、嵐の影響を受けた記事の住民に寄付もしないというものでした。その時私はこれが全てお金に関することだと気づきました。これらの優先ベンダーは、災害ごとに州政府と連邦政府から支給される資金の一部を受け取っています。一方、ベンダーの中には、友人の紹介でリストに載ったものもおり、 提供したサービスに対して法外な金額の報酬を受け取る代わりにキックバックを支払っています。つまり彼らは現場にいて今すぐ人々を助けることができるにもかかわらず外部からの寄付を受け入れることでむしろ人々を苦しめて自分たちがキックバックを得ることを好むのです。この会合で私はこれらの人々を助けようという決意を固めました。 欲深い役人たちが何を望もうと私たちは無視されている仮想階級の人々に食料を与えるつもりだったのです。私はすべての大型トラックをマラソンのファロ・ブランコリゾートに向かわせ、一階全体をパレットに積んだ食料、水、必需品で埋め尽くし、住民が必要なものすべて必要なだけ取りに来られる食料貯蔵庫を作りました。 私たちはビッグパインキーにも物資を届けました。ビッグパインキーのテント村の設立にも協力しました。キトスウォッカやウェレンなどの大企業が必要なもの全てを満載したトラックを次々に運んできてくれました。フィーマーがようやく缶詰の箱1世帯につき1箱までですが、それを配り始めた時、私たちは人々やペットのための食料や物資を車に満載していました。キーズ諸島や そこからさらに遠く離れた私たちが対応した他の嵐では話はもっとたくさんありますが共通のテーマは連邦政府は常に市民の援助を阻止しようとしその地域に住み働く地方当局は外部からの援助を常に喜んで受け入れるということです私は イーロン・マスク氏や、私や私と一緒に働いている人たちのような、これらの災害で被害を受けた人々を助ける知識と意志を持つ人たちを、金銭的に支援できるすべての人に呼びかけます。煩雑な手続きを回避し、人々が必要とする救済を得られるようご協力ください。私たちは意欲があり、人数も多く、準備ができています。という書き込みです。 皆さんなんんなかかとを彷彿としませんか行政や国の言うことを黙々と黙って聞いて我慢していると苦しむ人がどん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 増えてくるということを心に留めて頑張っていきたいと思いますいやそれにしてもすごい時代になりましたねはいそしてロバート・ケネディ・ジュニアさんのねこの MK プログラムマインドコントロールするためのプログラムとねミルグラム実験についてはなんとかね ここでもお伝えできるかどうかわかんないけど、頑張ってみたいと思いますし、ノートに置きます。そちらはね、ちょっとご負担いただくようになるかもしれませんけど、それだけの価値は絶対ありますので、これはね、もう本当にこのロバート・ケネディ・ジュニアさんの話も聞いていただきたいなと思っております。はい、以上、今回はここまでです。いつも最後まで聞いてくださってありがとうございます。チャンネル登録、通知設定、そしてメンバーシップ登録もお願いしたいです。メンバーシップ登録ね、特に、 これをやりますすっってていいいうううねフィーっていうのがないんですよもう一生懸命やるだけで精いっぱいでその方たちのために何か特別にっていうことは約束はできないんですけどあの速報を流したりねちょっとあこれはお伝えしたいっていうことをメンバーの方たちにお伝えしたりっていうことだやるように心がけています。で今回大体ね3週間ぐらい経ってるんですよ何からかって気がついてからね。収益見込みって出るんですけど 千円も増増ええてててなないいいの <laughs> 減,る減ることはあっっもうねあのコンビニで一日働けばみたいなねそういうレベルしか私は広告収入っていうのはないんだけどそれにしてもね3週間毎日毎日一生懸命配信してねたくさんの方に見ていただいて応援もしていただいてるのになんで減るのとかねなんで1,000円も増えないのとかね。 おかしいじゃんって思いつつ頑張っておりますのでそんな私を励ましてくださる方ぜひぜひメンバーシップ登録をよろしくお願いいたしますはい以上今回はここまでですそれではまたありがとうございました